前髪をシースルーバングしたいということですね。はい、はい、前髪切って、はい、チューブ TV。 ちょっとチョップ気味で揃えていった方がいいです。で、お姉さん巻くので、ちょっと長めに切ります。で、シースルーバンクは皆さんいろんなやり方あると思うんですけど、例えば前髪のまあ、例えばこう前髪のちょっと横にします。前髪のパネルの真ん中だけ間引いていく人もいると思いますし、まあ、より束感出したい方もいらっしゃると思うので、まあ、その時で自然に研ぐのと束感出すのでいろいろ違うと思うんですけど、今日はちょっと真ん中のこちらの下と上は取らないんで、真ん中のパネルだけを縦に入れていきます。で、やるのはこの 10% 以下のスニングでカットしていくんですけど、このぐらいの方が見やすいと思うんで、このまま縦に引き出してパネルがこういう感じになってるんで、その真ん中のとこだけを少し取ります。縦で取っていきます。横で入れるよりもラインが出ないので、より落とした時に自然なのかなという感じがします。ほとんど取れないんで、このぐらいやってても、一番ちょっと穴開いちゃうと一番大変なので、様子を見ながらやっていきます。前髪は結構本当に肝心なので、まあ、量を見ながら縦に引き出して、毛先側から取って入れていきます。で、毛先だけ目の上は、まあ、あのまつげをちょっとビューラーされたりとかする方もいらっしゃるんで、目の上のところだけは毛先ちょっと多めに入れて、センターはちょっと厚めに残した方が小顔効果あるんで、そしたら毛先のとこだけを、目の上のところだけ、毛先だけちょっと他も軽いに名前やっていくんですけど、この部分、目のかかるところだけをちょっと集めて、毛先だけをちょっと取ってあげると、で、センターはあまり重さが残しておいてあまりならないでいきます。あとは、今日はそのやり方ではやらないんですけども、このように取っていただいて、この真ん中ですね、上と下の毛じゃなくて、この真ん中でシニングをこういう風に入れていくという方法もあります。それだとライン出ちゃうんで、今日は大体まあ僕このやり方でやっちゃうんですけど、まあ、こういう感じでやった方が自然によるで、シニングがちょっともう、20% とかだとできません。はい、この T2 セニングだとちょうどやりやすいくらいのパーセンテージかと思います。